皆さんこんばんは、 MK です。ポケモンレジェンズアルセウスパート29やっていきましょう。今回はもう一匹の神王様を沈めるためにオリジン鉱石を取りに行きたいと思います。ストーリーも終盤になってきてなんだかワクワクするよねという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 OK、 ルクシオ捕まりました。この辺にはまだ捕まえてないポケモンはいたね。ちょっと待てよ、あれは翡翠ビリリ玉ですね。よし、じゃあこいつ捕まえていきましょう。ウィングボールで捕まるといいですけど、捕まんなかったら後ろ側からメガトンボール投げていきましょう。どうだ、オッケー、捕まった。なんだかんだ初めてだよねビリリ玉。これは草電気なのかな多分。ああ、もう一匹いた。ちょっと捕まえたいからさ、一旦クラフトでウィングボール作っていきましょう。何個作れる？あ、待てよ、結構作れるな。どうしよう、マックス作っちゃっていいか。よし、じゃあ22個作ってしまいましょう。そしたらもう一匹あそこにいるやつ捕まえていきますよ。そう、もうちょっとでね、ほら、図鑑の、団員ランクが上がるんですよ。で、これ6つ星になれば、多分、ハイパーボールが使えるようになると思うので、ちょっとラスボス前にできれば6つ星にしたい。いけるかな？今、あとちょっとだから、この辺のポケモンガンガン捕まえれば上がるとは思いますけど、はい、これで3匹目捕まれば上がるよ。オッケー、図鑑タスク1個埋まった。そしたらはい、この辺身を取っておきました。わー、びっくりした。レントラーの親分がいました。ウィングボールで捕まるかな、念のため投げとく。まあレントラーは正直持ってるからいらないっちゃいらないんですけども、はい、背面ドリマー捕まんないよな。何レベかだけちょっと見ていっていいですか。はい、あなたは55レベあだとしたらいいや。じゃあいいや、危ない危ない、ババ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 。ちょっとここで、うおっとっと、なになになに、やばいやばい、ポポポ、ちょ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 、あぶね、あぶね、びっくりした。レントラ強い、一旦降ります。でちょっと、はい、降ります降ります。びっくりした、今のやられてたら、あぶね。おっと待って、グライガーいたな。グライガーは、あ、これ、あ、なんだ、鉄のかけらかと思ったら全然違ったわ。ウィングボールを投げていく。嘘、待って、なんかまたバレてる音してない。ちょ、待って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 。一旦逃げないとまずいか、これ。怪ししで遠くまで逃げましょう。あ、ノズパス持ってない。ノズパス持ってない。捕まえたいな。後ろ側からウィングボールでいけるか。ほら、背面取りでどうでしょうか。なんだこれ。え、宝箱的なのがありますけど。え、これ何？大ニューラ。え、違う。これ開けれないの？待て。ほい、ムクホーク投げれば開けれる？あ、来た！中にはモンスターボールとハイパーボール来た！そう、ハイパーボールさ、ラスボス、まあ、ラスボスが捕まえられるのか知らないけど、まあ、多分あれですよね、ディアルガですよね。ってなると、あ、違うかな、アルセウスかな、ちょっとわかんないけど、ラスボスを捕まえること考えたら、絶対、ハイパーボールはゲットしとかないといけない。おっと、これはモンスターボールの代わりにビリリ玉が出てきたということでしょうか。じゃあここはどうしよう、捨て身タックルで適当に倒しておきましょうか。あ、待てよ、大丈夫か。こっちの体力が半分ぐらいなんですけど、あ、大丈夫だった、危ねえ。で、落としたものは拾っていきます。お、モンスターボールも落としたね。ビリリ玉を倒せばモンスターボールが手に入るという、まあ、うん、ちょっとメタ的な考えですけども、ちょっと待って、ウソッキー捕まえてないよね。ウソッキー捕まえよう。これ後ろ側からだったらさ、もしかして振り向かないんじゃね。オッケー、捕まった。42レベ、結構高いよなこの辺の。あれ、待って、向かうべき場所合ってる？こっちで。あ、そっちだった、危ねえ。ちょっと逆走してましたね今。そしたらあとはいないか、新しいポケモン。どうだろう。あ、道具持ちきれない。ポーチも拡張しないといけないな。ちょっと待てよ、いらないものある？いらないもの、あ、この辺使っちゃおう。経験飴 S。 じゃあこれはジュナイパーに使うわ。そう、ジュナイパーがね、全然ね、レベル上がってくんないのよ。あー、不思議な飴先に使えばよかった。じゃあこの不思議な飴は、どうしようかな。ゾロアークに使おう。ゾロアーク60レベにしておきましょう。はい、これで新しいアイテムは拾えるようになったかと思いますが、そこか。え、なんだその微妙な場所。とりあえずここ大ニューラで登って、下降りんのかな。え、怖いな。ウォーグルで降りた方が安全か。どうだろう。あ、グライガーいた。ちょっと待てよ。グライガーはしっかり捕まえておきたい。ウィングボー、あ、寝てるね、片方。あいつは捕まりやすいはず。オッケー。え、時空の歪み。オッケー、もう一匹。そう、時空の歪みね、毎回ちゃんとやってないんだけど、まあ、クリア後とかやっていこう。ちょっとよくわかってないんで、時空の歪み。お、何あれ。え、え、あ、あれが時空の歪みか。なるほど。まあ、今は、あ、大脳ズいた。あ、いや、親分だ。やめます。で、向かうべき場所は、この真下？あ、真下だな。
ちょっと待って、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと危ねえ、ばばばちょっとばばば危ねえな。今完全に滑落してましたけども、そしたらあれ、あーこの先か、洞窟ね、やばいやばいやばいよ、大の図に見つかってる見つかってる、おい。びっくりさせないでよ。あ、そこか、ちょっと待って、そこの前にこれは回収させて、鉄のかけら、おー、いや、トリデプスの、トリデプスとこれはラムパルドかなの化石がある。へえ、ポケモンの化石ってこうやって生まれていくんですね。そしたらここ回収しといて、ちょっと待って、向かうべきはそこだ。これがオリジン鉱石ですか？赤く光ってますけど、これかな？採掘できる感じ？ポケモンの力使えばいいのかな？なんとも言えない空間だね。ここから世界が始まったような並々ならぬ力を感じる。え？ここから世界が始まった？キクイどう？そう感じるかな？を考えてますけども、この赤いのがオリジン鉱石？俺の採石の知識と技術、そしてヌメイルの技があれば、ヌメイルか、ほう、ヌメルゴンじゃないのね、任せてもらうとするかね。あ、任せますよ、ここは私進化系のヌメルゴン持ってますけど、まあまあまあいいとしましょう。ちょいと待っていただこうか。なんだ、お、出たな、野党三姉妹。久しぶりに会ったな。え、バトル？誰だよ、待つ時間なんざねえんだよ。そうですよ。え、おたけ、おめえ混合団を抜けて何やってんだ。おたけはもともと混合団なのか。あんたには関係ねえよ。え、なんか因縁のあれだな。いいから宝を掘り出して、アタクシたち野党三姉妹によこしな。そんな驚いた顔をするなよ、後をつけてきただけだからさ。それが良くないんだって。宝のように貴重なものだけど、赤い空を元通りにするためのものだよ。そうだよ、まずはそれが優先だろ。オサが真面目腐ってるから、真珠団も息苦しくなるの。ってことは、サターンの先祖はもともと真珠団なのか？団を抜けた理由なんざどうでもいい。キクイの邪魔をされたくねえのよ。こっちも3人、相手も3人。MK はお松を頼むぜ。わかりました。キクイは、あれだな、入ってねえな、頭数に。よし、行きましょうか。時和木と呼ばれる松のように、いつまでも若く美しい長女のお松。一世一代の大勝負さ。よーし、戦っていきましょう。待って、強いか。何使うんだろう。こんにちは、野党のお松が勝負を仕掛けてきた。おー、ポーズかっこいいね。おー、投げ方もかっこいい。サイドンか。まあまあまあ、確かにキクコとキクノの先祖だと思えば、まあな。地面タイプは使ってくるか。待って、ジュナイパー、オッケー、ナイス。ここはリーフブレード、ストームでいく。61レベル。うわ、これストームじゃないときついか。いや、でもブレードの力技でも105だから、オッケー、ブレードでいきます。これでサイドン4倍弱点、どうでしょうか。お願い、できれば一発でやられてください。ナイス。あれ？お松さん案外いけるのでは。あと1匹か、出してくるポケモンは何でしょうか。ゲンガーはまずいね、相手毒だから。おっと、催眠術から入ってくる。あっぶね。これ当たってたら負けてた。おっと、なんで早いのよ、早技だからか。シャドーボールは大丈夫じゃない？シャドーボールは多分大丈夫。今ヘドロ爆弾だったらやられていた。何回攻撃すんの。おいおいおい、ゲンガーさん素早さ高いからってやりすぎだろ。え、まずい。とりあえずブレイブバードを力技で打つしかねえか。そうだな、力技でこれを打て。お、決まったか。眠ってるけど、これ眠気だからいけんだよな。そう、なんかポケモンレジェンズアルセウスは眠りっていう状態、おお、倒せねえんかい、じゃなくて眠気っていう状態なんだよね。で、眠気だと確率で行動できるっぽいんで、まあ麻痺と正直何が変わるんだという感じですけど、素早さが遅くなってんのかな、ちょっとそこは分かりません。で、これどっち早い？早い方が勝つと思うんですけども、こっちの方が早いね。いや、でも確実に行くんだったら早技。よし、行け、早技で行きましょう。シャドーボール、これはさすがに勝ちました。そう、今のね、行動順が右側に移っててもゲンガーが早技使ってきたりしたら狂うんですよ、あれが。だから確実に行くなら早技ですね。オッケー、なんとか勝ちました。お松さんどうよ。まあ大したもんだよね。でしょ？で、カイちゃんと関さんも勝ってくれてるはず。野党三姉妹になんか負けないでしょ。このリーダーの二人は。どうですか？お、因縁の対決だったんだな。なあ、おたけ、混合団に戻らねえか？俺たちだって変わっていくからよ。その強さで助けてくれねえか？いやー、考えは変わんねえんじゃねえかな。反縛られて生きるだなんて、まっぴらごめんだね。やっぱそうか。お宝は見逃してやるから、真っ赤な空なんとかしろよな。MK さすがの強さね。あんたなら天眼山にやってきたという化け物だってなんとかできるでしょう。でもさ、次に会ったらただじゃおかない、覚えておきな。わかりました。
また会うかな。おーっとドロンした。これは煙玉なんでしょうか、よくわかりませんが、はい、いなくなっちゃいましたね。タク、何しに来たんだよ。みんなの相棒元気にするぜ、ありがとう。めっちゃ助かる。さすが関さん、私の覚えているお梅は文句を言いつつ手助けしてくれた。きっと何かあった時のため案じてくれたんじゃないかな。どうなんでしょう。だったら素直にそう言えばいいんじゃねえか。めんどくせえな。確かに。お、そして低いさん掘ってくれてる。お、待って、ヌメールの翡翠の姿初めて見た。え、から体がこれ全部あれか、殻の中に入ってんのか。なんかオムナイトみたいな見た目になっておりますが、取れましたよ、オリジン鉱石とやらが。 MK 持っておくかね。あ、じゃあ持っておきます、ありがとうございます。ヌメイルがあの採掘能力あんの、それもなんかちょっとよくわかりませんけども、はい、 MK はオリジン鉱石を手に入れた。神王様の力を宿すと神話に伝えられている不思議な力を秘めた鉱石。お、なんか見た目はルビーみたいな感じで赤くなってますね。随分とあっさりなんだな。ね、あっさりすぎるような気がしますけど、わからないのかね。俺の凄さがきちんと褒めてください、きちんと。あ、なるほど、さすが、さすが菊井、バサギリが認めるキャプテン。お、持ち上げ上手。とっとと学者先生に見せようぜ。ああ見えてラベンって人博識だし判断に優れているからよ。確かに。よし、じゃあ見せに行きましょうか。後ろのカイちゃんが今めちゃくちゃ可愛かったんですけども、ちょっとノズパスさんやめてね。これノズパスってバレてもいいのか。あれ、ノズパスってさ常に北を向いてるみたいな設定なかったっけ。あら、なんかぐるぐる回ってるけどあんまり見なかったことにしとこうか。まあこの翡翠のノズパスはそういう特性がないみたいな可能性もあるよね。これウォーグルで飛んだ方が早いな。ウォーグルちゃん、ウォーグルちゃんで飛んでいきましょう。で上まで、あー厳しいか、ちょっとちょっとだけ高さが足りない。じゃあここは大牛欄に切り替えて空色玉石は回収していきますよ。でラベン博士に見せるついでにさ、あれもやりたいんだけど、あの六つ星六つ星にならないかなこれ。っていうか今ってさ、あの隊長島星さんは図鑑見てくれる？それどころじゃないとか言われそうな気もするな。ハイパーボールだけはちょっともらっておきたいんですけど、まあ次がハイパーボールかも正直わかりませんけどね。はい、でここジャンプして、よーし走っていきましょう。あー危ないよ、レントラさんやめてね。今ここでポケモンにやられるわけにはいかないんです。ラベン博士取ってきましたよ。オリジン鉱石の前に図鑑ですか、の前にオリジン鉱石か。 MK 君、これが宇宙始まりの石、オリジン鉱石。確かに宇宙の始まり、オリジンを感じるのです。そうかな私はあんまり感じないけど。そういえばよ、オリジンってどういう意味だ。遠い地方の言葉だよね、どういう意味。あ、なるほど、まあ確かに英語だよね。起源ですかね。それでは皆さん、ことぶき村に戻るのです。 あっさりしてんな。そう、オリジナルのね、まあ元だと思います。オリジン、まあ起源ですね。オリジン、あ、そういうこと？ちょっと待ってよ、ギラティナってさ、アナザーフォルム、オリジンフォルムってあったよな。あれ、ギラティナでも関わってないぞ今。学者先生、砕けちまったが鎖のかけらを渡しておくぜ。そうですね、なんかそのカイさんがつけてるのもあの赤い鎖みたいだけどな。砕けていてもこれだけあれば効果を発するのではないでしょうか。よくぞ拾ってくれたのです。いや全部拾ったの、ありがとう。 MK、 なんだっけそのすごい石を。オリジン鉱石ねオリジン鉱石あげますよ。 MK はオリジン鉱石を渡した。これとその赤い鎖のかけらがあればなんとかまたディアルガをぐっと押さえつけれる。命の危険がある中、鎖のかけらを拾った金剛団、宇宙の始まりの石の話を教えてくれた真珠団、丸い器にするのは銀河団の役割です。お、いいこと言うね、みんなで協力しましょう。さあテル君、クラフト名人の力を貸してください。あ、そっか、そんな設定あったな。あなたクラフト名人だったんだね。 MK、 ちょっとは先輩らしいところを見せてやるぞ。あ、じゃあよろしくお願いします。皆さんでお話でもしてしばしの間お待ちください。わかりました。っていうか電木団長は帰ってきてない？また3回行った？もう長が集まってんだから電木団長も降りてきてよ。学者先生早く出てこいよ。いや焦らせないの、時を大事にしているのではなくてただせっかちなだけだよね。確かにそうだよな、座して好転するならいつまでだって待つぜ。時の大事さを知っているからよ。おお、じゃあちょっと待とうかみんなでね電木団長は、あら、お、MK 君できました、できましたのです。おー、あとすごい勢い、顔近、命名オリジンボールです。残された伝承が真実であれば神王神殿に現れたポケモンを捕獲できるはずです。え、待って、ハイパーボールじゃあ
あれじゃん。おいおい、ちょっと待ってくれよ。ハイパーボールをせっかく今集めようと思って6つ星狙ってたのにさ、このオリジンボール投げれば一発ってこと？あー、なるほど。あ、これプレシャスボールみたいだね、見た目。神王神殿で荒ぶるポケモンを捕らえることができる唯一無二の特殊なモンスターボール。ハイパーボール集める意味、まあいいや。もらえるものはもらっておこう。不思議だね、モンスターボールって。こんなちっぽけなもので翡翠のみんなを救えるなんて。まあ確かにそうだな。ボールでポケモンを捕らえ互いの距離を縮めるってのも面白いものだよな。確かに。ちょっと待って、また声が心に流れてきて、え、また突然だな。パルキアは捕まえたはずですけど、パルキアか、どうだろう。うん、パルキア様が力を貸してくれるみたい。え、そうなの。おお、そりゃあ頂上ちょっとよくわかんないけど、真珠団の神王様改め、パルキアってすげえポケモンなのな。いや、なんか、席も大人だよな。神王様が二人いるっての、なんかね、パルキアのこと否定しないもんね。MK 君、オリジンボールを携え、パルキアと共に神王神殿に急ぐのです。わかりました。じゃあ神王神殿に向かいたいと思います。このオリジンボールの、あ、ちょっと待って。その前に隊長。6つ星だけちょっともらってもいいですか？確認する図鑑を見せたまえ、あ、オッケー。見せれた。あ、待って。ちょっと待って。未報告タスクをさ、あれだよ。先にラベン博士に報告しないといけないわ。ポケモンの調査が進んだようですね。報告をお願いするのです。はい。よろしくお願いします。新たに結構ポケモンとかも捕まえましたし、はい、どうでしょうか？ 960 ポイント、OK。はい、これですごい成果です。団員ランク昇格ですね。島星隊長に報告するのです。それでは引き続き調査をお願いするのです。わかりました。島星隊長。さっきの私と何が違うのかわかりませんが、図鑑を見せに来ました。はい、これで6つ星にしてくれるよね？どうでしょうか？お、来た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 。ハイパーボールだと思うんだけどな、順番的には。承認するランクアップの手続きだ。はい、団員ランクがこれで6つ星に上がりました。もしかして6つ星6つ星なのか6つ星なのかちょっと気になりますけども、あ、6つ星ですね。君の銀河団団員としてのランクは6つ星となった。 MK は来た、新しくハイパーボールが使えるようになった。レベル80までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになったと。これらも渡すクラフトに必要なレシピだ。ありがとう。ハイパーボールってどうやって作んの？ボングリのミーチ、あ、鉄のかけらに玉石にか。ちょっと消費が激しいな。そして、お、満タンの薬のレシピも手に入れました。お盆の実とキングリーフね。では次なるランクを目指しポケモン図鑑完成に勤しめ。わかりました。その前にまずは真っ赤な空をどうにかしてきますね。の前に受けれるものは受けておこう。はい、依頼メモが貼られている。どのメモを見ますか？お、結構あるな。あ、ノズパスのやつあるじゃん。民家の軒下に住み着いたチリーンがいるそうです。村人の磯さんから詳しい話を聞いて調査してください。わかりました。そしてまあ全部受けとこう。ノズパスには興味深いことわざがあるそうです。製造隊のカエさんから話を聞いて調査をお願いします。わかりました。多分、北を向くっていう設定だよね。はい、じゃあもう一個、お水をあげればいいのです。荒れ地ベースにいくら解放しても元気が出ないウソッキーがいるそうです。村人の育太郎さんから話を聞いて調査に当たってください。あれ、育太郎ってなんか出てきてた気がすんな。はい、他に依頼はありませんね。そしたら、おい、修造さんよい。修造さんよい、お金貯めてきたぞ。収納術を学べばさらに多くの道具をポーチにしまえるぜ。収納術学んで活かしてくださいよ。18,000円払います。もうこれぐらいしかね、お金使うあれがないんだよ。よし、 OK。 終わり？まだ？どうだろう、結構お金使ってきたけどな。うわー、まだだ。嘘でしょ、どんだけお金取るの、収蔵は。足元見すぎ。まあもうとりあえずしょうがねえわ。もうお金ないから売るものもないし、うん、これぐらいにしておきましょう。そしたら待って、ハイパーボールをクラフトしよっか。の前に、あ、受けれるものは受けようか。あなたさん、どうしましたか？今度は。あなたがチリーンの人とかじゃないよね、青丸さん。どうしたもんだか。このままでは小松にかっこ悪いところを見せてしまう。小松さん、誰だったっけ？あんた調査隊だよな。はい、調査隊ですけど、どうしましたか？そうだ、調査隊ならぴったりだ。調べてほしいことがあるんだよ。息子と始まりの浜に行くんだよ。お化けが出るって噂のお化け。でも息子はお化けが怖いんだ。ほう、行かなければいいのだが、そういうわけにもいかねえらしい。
でもほら怖いままじゃかわいそうだろ。息子が、あなたが怖いんだよね正直。だからお化け克服のためにお化けについて学ぼうと思うのよ。お化けと呼ばれるポケモン、特にゴースについてあんたらで分かったことを教えてほしいんだ。頼んだよ。お、ゴースの図鑑か。埋まってないっけ。どうだったっけ。ああダメだ、埋まってないわ。あ、そういえばさ、コイキングの図鑑は埋まってるはず。ちょっと待って、そんなことしてる場合でもないんだけど、ちっちゃい女の子がいるよね。ちっちゃい女の子にコイキングのあれを教えてあげたいんだけども。あらあら、どこにいるんだろう。ちょっと待って、ちょっと待って、アルセウスフォンの任務リストから行けばいいな。サブでコイキング、コイキング、これだ。もっと教えてコイキング。これをちょっと、はい、目的地にしましょう。あそこか。あれ合ってる？ちょっと待てよ。まっすぐ進んで、あ、違うね。あれ？あなたじゃないよね。あなたじゃない、あなたじゃない。とりあえず、大祭さんの話も聞いとく？いや、こんなことしてる場合じゃないんだよな。お、許さん、許さん、タオファさん、ついに来ましたね。あー、でも、帰っていっちゃった。仲直りするわけではないのか。あ、お客さん、こりゃ失礼した。新商品を下ろしてほしいと頼んだけど、僕じゃダメみたいだ。また？毎度すまないが、お客さんからタオファさんに話を通してくれないか？砂浜大根を3つほど渡せば聞いてくれると思う。頼んだよ。砂浜大根。3つもなかった気がすんな。そして待って、砂浜大根じゃなくて、コイキングの女の子よ。あれ？どこ行った？ちょっと待って。コイキングの女の子がさ、いたと思うんだけど、新しい依頼、新しい依頼、違う違う違う、もっと教えてコイキング。あれ？ないよね今このマーク。コイキングの図鑑を完成させて村人のモクに伝える。いや、モクのマーク出てないよこれ。ほら、出てない、出てない。あれ、私の目が悪いだけじゃないよな。いや、出てないね。あー、じゃあダメだ今無理だって。そしたら待って、今のを解除したい。アルセウスフォンで任務リストでちゃんとメインの任務にしておきましょう。そしたら行くぞ、メイン任務進めましょう。おっと待って、小木戸さんがいる。どうしたんですか、こんなところまではるばると。長いスカートを引きずって大変だったんじゃないですか。ウォロさんは今いないけどな。どうじゃ、激戦が予想されるが、天眼山に行く心構えはできたのか。ちょっと待って、道具揃えさせてちょっと待ってね。何をそなたが背負ってしまったものはとてつもなく重いのだろうが、大丈夫じゃ、仲間はいるし、何よりポケモンがおるのだろう。はい、良いか、そなたたち時間と空間は切り離せぬ。はい、お、なんかいいこと言うね。神王神殿に現れるのは時間を司るディアルガ。このまま放置しておけば翡翠の時間も乱れ、世界は終わるやもしれぬ。はい、だがもう一匹、そなたが仲間とした空間を司るパルキアがおれば、空間時間ともに釣り合い、世界は正しく存在する。そうですね、バランスが大事なんだな。パルキアと共に神王神殿に行くのじゃ。分かっております、少々お待ちくださいちょっと道具とか整理させて。作れるものはまず作った方がいいな。ハイパーボール、オリジンボールあるから使わないのかもしんないけど、作れる分は作っとこう。うわ、全然足りねえ。鉄のかけらが足りねえんだ。で、満タンの薬は？はい。これは、一個しか作れないか。元気のかけらも、一個しか作れない。元気のつぼみが足りないんだな。ちょっと待てよ。あるっけ？はい。元気のつぼみ。あ、キングリーフは結構あるね。じゃあこれをもらって、元気のつぼみ、あるかな？なさそう。道具箱に。待って、MK さんの目が悪いだけ？ MK さんね、こういう一覧から物探すの得意じゃないんだよな。あ、ちなみに砂浜大根はないわ。そしたら経験飴とかはあるけれど、この辺を全部預けて、いいよな、預けちゃって。これも預けて、粘り玉。使うかな？使わないよね。お！光の石、いつの間に拾ったんだろう。はいはいはい。こんなもん？あとはまあ、この辺も、いっか。よし、じゃあ元気の、これ、なんだったっけ？元気のつぼみと、キングリーフ1個使って、キングリーフ1個使って、元気のかけらだけは作っておこう。そしたら、いらない、いらないと。よし、オッケー。あ、これ何？頑張りは、いらないね。目隠し玉、使うかな？使わなそうだな。で、ここで、クラフト。大切なもので、あれ？大切なものの上か。なんで下に行った今。はい、クラフトキットから元気のかけらを1個作らせてください。で、あれ？あ、いいのか。あ、ごめん、間違えてた。キングリーフもう1個あったわ。じゃあこれ、満タンの薬も1個作って、まあこんなもんかな。傷薬も30個ぐらい作る？
1,2,3 はい。で、いい傷薬にはならないと。PP 草あるんじゃね？ちょっと待って。いや、多分さ、これラスボス戦だからさ、ちゃんとやっといた方がいいよ。PP 草。PP 草。これ？違うな。PP 草。これ？違うね。はい。あったあった、上だ。うわ、1個しかないの？じゃああんま作る必要ないね。いい傷薬1個作って、すごい傷薬はまた元気のつぼみか。それが全然足りないんだよな。よし！じゃあ向かうぞ。コギトさん、今度こそちょっと行かしてくださいな。良いか、そなたたち、時間と空間は切り離せぬ。はい、さっきも聞きました。新王神殿に現れるのは時間を司るディアルガ。このまま放置しておけば翡翠の、さっきも聞きましたそれ。はい、パルキアがおれば、空間時間と共に釣り合い世界は正しく存在すると。向かいますよ。パルキアと共に新王神殿に行くのじゃ。はい。パルキアを手持ちに加えないといけないのこれ。うっそ、伝説のポケモンあんまり、いじりたくねえ。でもそういうことだよな。パルキアが手持ちにいないといけないっぽいわ。うわー、マジで言ってる？まあしょうがないよな。パルキアちゃん、あれ？パルキアどこ？パルキア、あれ？あれ？ちょ、待って待って、おお、焦るな。パルキアどこ行った？おいおいおい。ちょっと、いた。なんでこんな中途半端なとこにいるの？ドラゴン水だから、まあギャラドス。ギャラドスか、ヌメルゴンも正直タイプ被ってるけど、はい。とりあえず、じゃあこれにして、こうすれば迎える？コギトさん。パルキア手持ちに入れたよ。一応先頭にしとく？はい。迎えるかな？コギトさん、良いか、さっきも、これ3回目ですね。はい。はい。はい。大丈夫です。だがもう一匹その他が仲間とした空間を司るパルキアがおれば、はい。大丈夫です。パルキア持ってきましたよ。向かいましょう。はい。向かいます。いや、パルキア手持ちに入れないといけないのか。それにしても面白い村じゃな。服でも買うとするか。あ、確かにおしゃれっぽいよね。おい、それだけか？それだけなんじゃない？世界が終わってしまっては服を買う意味もないのでな。おー、面白いこと言うね。だよな。よし、行きましょうか。MK さん、挑む準備ができたら新王神殿に向かいましょう。わかりました。もう準備はできましたんで、じゃあ新王神殿に向かいたいと思います。外に出るのか気をつけてな。はい、よーし、じゃあ新王神殿に、え、36ベースでいいのかな、山頂ベースかの方が近いんだっけ、あれ。わかんねえ、山頂ベースだよな、一番近いの。よーし、さ、じゃあ山頂ベースに飛んでいきましょう。で、待って、新王神殿って、これ結構遠いっけか。向かうべきは、あー、そっちか。なかなか遠いな。そしたら、はい。ここは怪ししで行って、大乳羅で登っていきますよ。大乳羅さん、力を貸してください。あー、でも190だからそうでもねえか。はい。上にガンガン登っていきまして、え、グライガーの群れだ。あ、ちょっと待った。あれがあった。あれがあったぞ。ミカルゲのやつが。こういうのも一応もう見つけたら取っとかないと、後でわけわかんなくなるんで、はい。触れておきます。灯火の数は残り18。まあ、それは今はいいのよ。はい、ジャンプ、ジャンプでは、エリキブルまたいました。ここ前も通ったよね。じゃあここダッシュしまして、うわぁ、ついに来たぞ。よし、じゃあここから次回にしようかな。次回じゃあなんとか新王様を治めるためにオリジンボールを持ってディアルガに挑みに行きましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。